皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は減量中の外食は悪かについて紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクからチェックしてみてください。やはり減量ダイエットをしていく中で外食は天敵やっていう風なイメージがあると思うんですけども、私は外食大好きです。過去に厳しい食事で減量してた時はやっぱりもうチートデイをしたい、うわ早くこれ食べたいっていう気持ちがすごい高まっていって、結局メンタルが潰れていっちゃうっていう状態になってたのが、やっぱ外食を入れることによってすごいその安定させることができたっていうのもあったりもするので、僕はいいなっていうふうに思っています。まずはですね、どういった食事が厳しい減量なのかっていう内容なんですけども、一つは同じものを毎回同じタイミングで食べる、これが一番厳しいですね。鶏胸肉しか食べない、1日鶏胸肉これ、ご飯これ、このタイミングで食べる、野菜を食べるってなったらブロッコリー、アスパラガス、ほうれん草、キノコ類、これをもう安定させてもうずっと同じので食べる。調味料がちょこちょこ変わると思うんですけど、醤油とかじゃなくてスパイス系を使ってずっと同じような塩味を感じながら減量する。みるみる絞れていくのもわかるんですけど、メンタルが持たないんですよ。減量を今までやってきて、いろんな減量をしてきて、もう僕も6年目になるんですけども、それでやってた時ってメンタルが弱っていくというか、こんだけ厳しくしてるのになんで思うように落ちひんねんって気持ちになった瞬間に、メンタルのせいで絞れなくなるんですよね。これはほんまに僕も経験してきました。だからどれだけ何を工夫していろんな人から言われたアドバイスを徹底してやるんですけど、一切体が変わらないんですけど、むくみが抜けないだったりとか絞り切りができないっていうのは本当にメンタルの問題やなっていうふうに僕は感じてきたので、そこのメンタルの安定っていうのはやっぱ重要やなって思ったのもあり、この厳しい食事は健康的にも良くなければメンタル的にも良くないということですね。偏った栄養になってしまうので、健康的にもやっぱり良くないっていうのはあります。で、外食じゃなんでいいねんっていうところなんですけど、メンタルですよね。やっぱ美味しいんですよ、自分で作るより、海鮮丼食べに行って家でこの海鮮丼が作れるかって言われたら何か物足りない感じなんですよ、僕は。でも外で海鮮丼を食べると、あれ俺減量してたっけっていう気持ちになれるっていうところと、ご飯で言っても丼で出てくるんで多く食べてる感覚になるんですよね。米で言うと1合もないんですよ。なのになんかいっぱい食べてる感覚になるじゃないですか。気持ち的にすごい満足感が出てくるっていうのもあって、外食はやっぱりメンタルのサポートができるっていうのでいいなっていうふうに思います。で、大会1ヶ月前とかであればとことん追求するんで、僕も調味料は塩コショウしか使わない、もう食べるのはこれに徹底するっていうのもやっぱり最初のコンディションに合わせるためにやったりもするんですけど、体脂肪一桁に持っていくっていうのは外食を挟みながらでも全然できるんですよね。大会に出ないけどトレーニングが好きでやってる、でちょっと減量やってみようかなっていう方々は、そんな徹底せんでもいいんじゃないかなっていうふうには僕は思っています。で、割と脂質を節制してでもハンバーガー食べるにしても減量中の脂質範囲内で食べれるんですよ。ベーコンとかいろいろ入ってきたりすると、チーズとか入ってきたりするとまたガーンって上がっちゃうんですけど、普通のベーシックなハンバーガーであれば脂質は意外と範囲内で食べれたりするんですよ。だから1日1食ハンバーガー食べたぐらいでも減量食っていうのは全然できちゃうんですよね。これは自分でも感じるなと思って、夜ご飯だけ焼肉食べに行くとかもやったりするんですけど、やっぱりそういったところで違う食材を食べる、で普段取ってない脂質とかを取ることによって気持ち的にもリフレッシュできるんですよ。で、実際体重がリバウンドするのかって言われても、焼肉行っても体重増えないですよね。次の日の体重計乗った時に重いのは、だいたい塩分も水分も取るからむくんでるだけで、水分で体重が増えてるんで、気づいたらやっぱスンと落ちていくんですよね。2日もすれば減量食に戻したら、もう増えない確信をしていると罪悪感もなく気持ち的にはすっごい楽になるんですよ。だから僕の中で焼肉も減量中行ってもいいお店になってます。一番は海鮮、そしてうどん、そば、和食系はもうめちゃくちゃ優秀ですね。魚ベースの定食屋さんとかもめちゃくちゃいいです。定食屋さんのチェーン店とかに行くと牛赤身ステーキってあるんですよ。脂質とか見ていくと30前後ぐらいなんですよ。30前後やったら全然食べれちゃうんですよね。赤身の部位でも特に気にしなあかんとかいろいろあったりするんですけど、そこもあんまり気にせず食べれるんじゃないかなと確信するとね、これが太るんじゃないかって気持ちで食べるとよろしくない方向に出るんで、表記見てあこれ大丈夫やって確信して食べたら大丈夫なんですよ。減量するときにはほんまに自分の脳みそを騙すっていうのは一番重要になってきます。で、やっぱストレスをためないっていう意識でしてると、僕は最後の1ヶ月で塩コショウになっても今まで食べてたんで抑えなあかんっていう欲求がなかった分、すごいもうフルパワーで
最後に出し切れるんで、しっかりと絞れていけるなっていうふうには思ってます。まあこのチャンネルで今回僕の減量っていうのは流れしていくので、僕がどれだけ絞れるのかっていうのは目に見ていただけるんじゃないかなと思います。この外食も挟みながら絞り切るっていうのは証明していけたらなっていうふうに思ってます。これ食べないと減量できない、これ食べたらダメ、こんな概念を捨てて、しっかりカロリー範囲内で制限してる脂質のこの範囲内であれば、脂質はここで前後する分には別に大丈夫っていう考え方でしっかりとやっていただけると、思った以上にスムーズに落ちていきます。過度な食事制限をしていると月に3キロ4キロ5キロって落としていってる人もいると思うんですけども、健康も保ちながらやりたいので月に1、2キロぐらいしか落とさないですよね。月に1、2キロぐらいでいい方はもう特にもうこの外食を挟んでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あと2ヶ月しかないんですけど10キロ落とさないとダメなんですってなったら、これちょっと正直難しい話になるんですけど、だいたいその10キロね落とさなあかんってなって落とした場合はすごいリバウンドが返ってくるんで、そのねメンタルのリバウンドもありますからね、本当にメンタルが安定するんですよね。チートデイをしたいっていうメンタルにもならなければ、チートデイすることによってコンディション崩しちゃう人もいるんですよね。チートデイで食べ過ぎなければいいんかもしれないですけど、チートデイってやっぱ食べ過ぎてしまう人は食べ過ぎてしまうんですよ。僕はチートデイでだいたい 4,5 キロ体重が増えるんで1週間ぐらいかかるんですよね、むくみを取るためにも。ってなったら僕はチートデイしない方がいいタイプなんで、やっぱそういった人間からすると外食ができるっていうのはチートデイの欲求も抑えてくれる、なんなら減量してるんかな自分って思うような感覚で減量することができるんで、ストレスもやっぱ少ない状態で、気づいたら鏡見たらあれそういや変わってきてるっていう感覚になれる。まあ僕の性格やからそれができるんかもしれないんですけど、切羽詰まらずにやるために僕も減量を7月の大会やのに1月からやったりとか、このストレスを感じないやり方で徐々に落としてるから7ヶ月でも減量はしんどくないんですね。僕3ヶ月の減量の方が7ヶ月の減量よりしんどいんですよ。だから長期間設けてるとかあるんで、まあ短期間でしんどいと思ってる方とかは大体きつくやっちゃうからこそなんで、倍の期間を設けて緩やかに減量してあげたらいいんじゃないかなっていうふうにも思います。人との付き合いもあったりとか、外食が急に入ってくるっていうのは普通に生活してるとあると思います。普通の仕事をしながらやってる時って絶対に他の人からご飯行こうって誘われていくと思うんですけど、そういった付き合いをおろそかにしてるとやっぱ周りの人がいなくなるっていうのもあったりもするんで、そういった付き合いをしながら減量ダイエットをしていかなあかんのにどうしたらいいんやろって思う人たちは、だいたい行くところも居酒屋やったりするんで、揚げ物にはちょっと手出せないと。ただ他のもの食べるようにして、あこの人全然食べてるやんっていう印象を持たしておれば全然大丈夫かなっていうふうにも思うので、外食もうまいこと付き合いながら減量ダイエット頑張ってみてください。またこの動画が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ビリジェンの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。新商品の情報なども概要欄にも記載しておきますので、ぜひチェックお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。